な姿勢で座りましょう。あぐら、正座、また足を伸ばす姿勢でも構いません。骨盤を立て、背筋を伸ばします。腰が伸びづらいと感じる方は、お尻の下にクッションを入れて座るようにしましょう。両手を足の上に置き、ゆったりとした呼吸です。まずは息を吐き、丁寧に息を吸い入れる。鼻あるいは口から息を吐き、鼻から吸いましょう。ゆったりと吐いて、もう一度優しく息を吐きます。両手を下ろし、息を吸いながら肩を耳の方に上げ、吐いて下にスーッと下ろします。吸って上に上げ、吐いて下げる。もう一度吸って、吐いて、吸って上に、吐いて下ろします。吸いながら肩を後ろに引き、吐く息で前に戻しましょう。吸って吐く。肩甲骨を寄せるようにして胸を開き、緩めます。もう一度、後ろに引いたら前へと回しましょう。肩回しです。一回しで一呼吸する速さで繰り返します。止めたら前から後ろにも回しましょう。動きを止めます。頭を右に倒して、真ん中に戻し、左です。息を吸って真ん中、吐いて右に倒す。吸って戻し、吐いて左です。真ん中に戻したら吐く息、下を向きましょう。吸いながら上を見て、吐いて下を向く。繰り返します。もう一度、下を向いたところで止めます。そのまま丁寧に回しましょう。反対回し、動きを止め、ゆっくりと顔を上げます。両手をお腹に置きましょう。のの字を書くように優しくさすります。動きを止めたら手をお腹に置いたまま呼吸です。ゆっくり息を吐き、ゆっくり息を吸いましょう。あと一息、吐いて、お腹から手を下ろし、膝のあたりに添えます。息を吸って背を伸ばし、吐くときに
背中を丸くへそを覗き込みます。吸いながら上体を起こして胸を広げる。吐いて丸くなりましょう。骨盤から背骨周りをしなやかに動かします。吸うときに手を外に広げ、吐きながら手を前、手の甲同士を近づけます。吸って手のひらを前、吐いて手が前、吸って、吐いて、腕も大きく動かします。前で止めたら、指を絡めて手をつなぎます。手のひらを外に向け、腕の位置を少し下げたら、軽く左右に U の字を描くように動きます。腕が上げにくいという方は下の方で。大丈夫な方は大きく。真ん中で動きを止めます。そのままできる範囲で上へ伸ばしましょう。手をほどいたら肘で円を描くように動かします。肘をしっかり後ろに引くように回しましょう。動きを一度やめて一呼吸、吸って吐きましょう。両手を前に差し出して、肘を曲げ、伸ばします。指先もしっかりと動かしましょう。グー、パーと動きます。腕の高さは大丈夫であれば、もう少し高い位置で動いていただいても構いません。動きを止めたら軽く手を振りましょう。両手を下ろしてください。両膝を立てて座ります。足幅は肩幅よりも少し広い状態です。ではお尻の横あたり、そこからさらに後ろに引いても痛みがない方は手のひら1枚ほど後ろに手を置き直しましょう。指先の向きはつきやすい向きで構いません。手で床を押すようにして背筋を伸ばし、膝を左右に倒します。余裕があれば大きく動きましょう。股関節周り、腰周りをほぐします。動きを止めます。足を真ん中に閉じ、そのまま膝を右側に倒します。重なっている足をずらし、横座りの姿勢です。この座り方が落ち着かない、また腰が痛い、股関節が痛いと感じる方は、あぐらであったり膝を立てた状態で行うようにしましょう。手を床につき、背筋を伸ばします。左足はかかとをお尻の方に引き寄せ、右足裏は左の太ももに近づけるようにします。まずは左手横に滑らせて戻します。体を横に倒して戻す。息を吐いて吸いましょう。この動きに軽く肘を上げて下ろします。右の体側を伸ばしましょう。では倒したところで止めます。
そのまま少し目線を上に。右手のひらを頭の後ろに回せる方は回してみます。あと一呼吸吸って吐きましょう。上体を起こして手を下ろします。足を一度前に伸ばして一呼吸。両膝を立て、左側に倒して、反対側を行います。横座り、もし座りづらい方は、座り方を変えて準備しましょう。頭の位置を高く背を伸ばしたら、右手を床に置き、横に滑らせて戻します。息を吐く、吸う。このまま左の肘を上げるように、動きを止めましょう。胸を広げて目線も少し上です。左手の位置を後ろに変える方は後ろに変えて、呼吸を繰り返します。あと一息、吸って、吐きましょう。上体を起こして、手を下ろします。両足を前に伸ばしましょう。膝を立て、足を揃えます。外側に広げ、かかとをももの付け根の方に寄せれる方は寄せます。指を絡めて手をつなぎ、つま先にかぶせます。持ちづらければ足首のあたりに手を置くようにしてください。息を吸って背を伸ばし、吐きながら緩めます。吸って吐く。吸って伸びたら、吐きながら肘を外に広げ、体を前に倒しましょう。へそをかかとの方に近づけるようにして、ゆっくりと戻ります。もう一度吸って伸びて、吐きながら上体を前に。体を起こして、もう一度吸う。吐いて、ゆっくり倒しましょう。体を起こしてきます。足を前に。膝を立て、体を少し前に傾け、両手拳を作ります。腰回り軽く叩いてほぐしましょう。叩くのをやめたら、楽な座り方に戻します。手を足の上に置き、もう一度丁寧に呼吸です。肩を上げ、下にスッと下ろします。息を吸って、吐いて、もう一度吐いて、両手を胸元合掌です。ありがとうございました。